サイガルソ、いかようにも調合いたします。完全調合でございます。では激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。今回ですね、神奈川県川崎市にあります川崎大師にやってまいりました。以前に七味唐辛子の工場売りの動画を出したと思うんですけれども、まあ、これねちょっと七味唐辛子の大道芸みたいなものなんですけれども、ちょっとね親方に弟子入りさせていただいて、ちょっとしばらく家で、練習させていただいて、再度ねまたちょっとここ来て、実践を兼ねて練習したいかなと思います。早速中に行きましょうか。徳川三百有四年の伝統、秘伝の香り、また江戸の香りから薬用七色でございます。さあベースの中辛、さあまずはこちら四国は讃岐の名産物からいきます。八つ房のこちら木一本から、辛口のナンバーワン鷹の爪のこちら純物に、紀州からはこちら有田、新物のみかん、この尊い薬剤のみかんからこちら学名は陳皮と呼ばれております。こちらみかんの皮を粉末にしたもの、また磯の香りを味わいましょう。江戸は東京からです。こちら松葉園から松葉のり、金ごま、銀ごま、黒ごま、白ごまと数あるこちら4つの中から、埼玉県からは武州川越の名産物こちら白ごまのすりごま、また香りといえばナンバーワンとなっておりますこちらが東海道朝倉山の本山椒の粉山椒に、また噛んで香ばしいのが野州栃木の名産物日光名産、これ浅の実が入ります。最後こちら生の唐辛子、これをごまの油で焼きました信州、長野県からは善光寺産名産物、焼いた焼き唐辛子から七色からのこちらお目通り七味七色となっております。こう7種類から4年の熱湯でございます。こんにちは。あ、どうもジョニーさん。あ、親方、親方です、はい、七色香る本舗の親方さんです。どうも、弟子入りさせていただいてます。とりあえず家でちょっと練習してきたんで、はい、見ていただいてよろしいですか。大丈夫大丈夫、はい、じゃあぜひ、じゃあ中入って、はい、頑張って、はい、ちょっといややっぱね、家でやるのと全然違いますね。さあ、風味一番でございます。さあ、まずはね、こちら四国は讃岐の名産物八つ房の木一本、辛口のナンバーワンとなっております鷹の爪の純物に、紀州有田からは新物のみかん、この尊い薬剤のみかん、学名は陳皮と呼ばれています。さあ、一般ご家庭大衆向けを中辛、徳川三百という四年の伝統、秘伝の香りが中辛さらに香りを加えます。海苔の香りを味わいましょう。海苔の香りから特製、これにごま、山椒の香り、はい、中辛にはまず一杯シングルから、毎度ごひいきご愛嬌ダブルのサービス、最後ね、これ私の気持ちです。はい、これで中辛になります。あ、すんなりなったね言葉はこうガチギュッて締めないで、まあ軽くこんな感じで締まれば、これで中辛と。ちょっといびつながら難しいですね、やっぱこうまっすぐ揃わないですね。だから四国は讃岐の名産物八つ房の木一本、鷹の爪のこれ純物にって、こう広げていったほうがこのラインが、あ、さあ、風味一番でございます。激辛ジョニーでございます。さあ、まずはね、こちら四国は讃岐の名産物八つ房の木一本、辛口のナンバーワンとなっております鷹の爪の純物に、紀州有田からは新物のみかん、この尊い薬剤のみかん、学名は陳皮と呼ばれています。また磯の香りを味わいましょう。江戸東京からです。松葉園から松葉のり、金ごま、銀ごま、黒ごま、白ごまと数あるこちら4つの中から、埼玉県武州川越の名産物白ごまのすりごまに、また香りといえばナンバーワンとなっております東海道朝倉山の粉山椒が入ります。また噛んで香ばしいのが野州栃木県日光名産の朝の実に、生の唐辛子ごまの油で焼きました、信州は長野善光寺産名産物、焼いて焼き唐辛子からお目通り7種類混ぜて七味七色お目通りとなっております。さあ、こちらもね、各地各地の名産物名産品混ぜて出来上がりましたものから、まず辛さのベースとなりますのはまず中辛となります。七味唐辛子は香りと風味、風味と香りで味わいましょう。製造直売、また三度の食卓のお供となっております。さあ、激辛になりますと、まず四国讃岐の名産鷹の爪の純物の辛いところから、これに焼いて焼き唐辛子を加えて激辛に変わります。さらに海苔の香りを加えます。海苔の香りを味わいましょう。特製、これにごま、これ山椒の香り、はい、辛いところまず一杯シングルから、はい、これもダブルの辛いところ、これに山椒の香りを加えます。これにさらに辛みを加えて海苔の香りを加えます。これで激辛になります。できた、できましたか。できた、よかった。これ激辛です。さあ、これ激辛、はい、
特訓終了ということで。特訓まだ勉強してきてね。はい、練習してきて家で。どの辺に注意しながらやった方がいいですかね。まだあとはこの初めこう線を作るのをまっすぐまっすぐこうなるように、はい、心がけて、はい、それが次回までの宿題ということで。あとはこう回せるようにね。はい、これが難しいんですよ。はい、じゃあちょっと頑張りますので。はい、はい、ありがとうございました。はい、どうも。親方から新たな課題を出したんで、練習しながらまたね、ちょっと次回に備えたいかなと思いますけども。はい、せいけ、これあげる。ありがとう。俺の特別だよ。それではまたお会いしましょう。またね、バイバーイ。